坂井純一デザイナーです。自分の中のテーマで漢字一文字言うと楽しいっていう感じなんですけども、デザインっていう仕事がまあ何より楽しそうやったっていうのと、まあ、やってる人が楽しそうやったっていうのがあって、西安造形大学に行ったんですけども、その際の先輩によくしてもらってまして、でその先輩とまあ一緒に会社立ち上げないかっていう話いただいて、まずやっぱその先輩に誘ってもらわなかったら今こういう自分でもやってないと思いますし、感謝してますね、その先輩には。やっぱり今仕事をさせていただいてて、やっぱその一個一個の仕事の締め切り、それが一番守らなきゃいけない、まあ、クオリティももちろんそうですけど、クオリティも上げなきゃいけないんですけども、やっぱり一個一個着実に終わらせていく、で、自分のスケジュールは自分で立ててやるっていうのがやっぱ、難しいですかね。やっぱありがとうですかねっていう、まあ、一言が一番嬉しいかな。まずお客さんがそうやって、喜んでもらう、まあ、プラス思考になると、まあ、僕もそれのお客さんの顔を見てプラス思考になりますし、でそのまま相乗効果で、まあ、どんどんお客さんも僕もそれこそ楽しく盛り上がって、プラス思考になっていくのが一番、そうですね、嬉しいですかね。暗いものより楽しいものがいい。作品と僕を見てもらってこんな楽しくできるんやよっていう、そのへこんでる人に見てもらって、見た人が明るくなるだとか楽しくなるような、やっぱプラスなイメージ持てるようなものを作っていきたいですね。根本そういうとこから今の、社名プラスアイデアっていうのを、つけましたね、はい、プラスアイデア、プラス思考、そこから来てます。お世話になっている人だとか、尊敬している、まあ、デザイナーだとか大好きな人が多いから、まあ、この場でやっぱりそういう人たちとやっぱ、一緒の時間を過ごしていきたいなっていう、やっぱり人とのつながりが一番、でかいですかね。やっぱりその母校である西安造形大学が一番やっぱこう、まあ、ルーツでもありますし、一番印象に深い場所ですかね。映像クラスの CG ゲームコースっていうのがあって、そこにまあ入ったんですけども、でやっぱそういう同じ趣味の人だとか同じ志の人と会って、まあ、ゲームだ作ったりだとかショートムービーだとか撮ったりだとか、一つの作品を、みんなで作り上げたりして、大学生活も本当に貴重な4年間でしたね。行ってなかったらデザインの仕事もやってなかったですし、それこそまあ友達も今長くして友達もいなかったでしょうし、まあ、原点ですかね。過去にですね、僕が尊敬しているデザイナーとコラボして、まあ、T シャツが今出来上がったことがあるんですけども、今後もまあそういうファッションアイテム、アクセサリーデザイナーとコラボして、まあ、自分が身につけるものとか作ってみたいですし、まあ、でもやっぱそういうもののコンセプトとしては、やっぱちょっとプラスアイデア、プラス思考になるような、ちょっとふっと笑えるようなアイテムをちょっと作っていきたいかなと思います。